皆さん、こんにちは。未来予想2045へようこそ。私たちの YouTube チャンネルにお越しいただき、ありがとうございます。今回は、世界各地にあるピラミッドについて考えてみます。2045年という未来の世界を想像してみてください。技術の進歩が著しく、私たちの生活は大きく変化しています。このチャンネルでは、未来のトレンドや予測、革新的なテクノロジーについてお届けします。ピラミッドは世界各地に古代文明によって建設され、その配置や形状には共通点が見られます。これらのピラミッドが宇宙空間から見るとランドマーク的な役割を果たしている可能性があります。以下はその観点からの考察です。位置のパターン。ピラミッドが世界各地に存在する際立った特徴の一つは、その位置のパターンです。これらの巨大な構造物は、特定の地理的配置に従って建設されており、その配置には共通のパターンや秩序が見られます。例えば、エジプトのギザの三大ピラミッドは、驚くべき正確さと方向性を持って配置されています。ピラミッドの頂点は北を向いており、その理由は天文学的な意味合いが強調されています。これは宇宙空間から見ると、地球上のこの特定の地域が天文学的な観測や宇宙との関連で特筆される存在として浮かび上がるでしょう。他の地域でも同様に、ピラミッドは星座や重要な天文学的な事象との関係性を持つことがあります。これにより、これらの構造物は地上からだけでなく、宇宙からも注目されるポイントとなり得ます。また、ピラミッド自体が地球上での位置だけでなく、宇宙的な配置においても特異な存在である可能性があります。ピラミッドが特定の地理的なパターンに従って配置されることで、それらが単なる建造物以上の意味を持つことが示唆されます。これは単なる偶然の産物ではなく、古代文明が宇宙を観察し、天文学的なイベントに関応していたことを物語っています。彼らは地上のランドマークを通じて宇宙的な意味合いを示し、その存在が宇宙空間からも特異なものとして際立っていた可能性があります。天文学的な思考。ピラミッドは古代文明によって建造された際立った構造物であり、その多くが天文学的な思考を持っています。これらの古代ピラミッドが特定の方向を向いていることは、天文学的な知識や信仰の重要な示唆を提供しています。エジプトのギザの三大ピラミッドは、その天文学的な思考が最もよく知られています。ピラミッドの頂点が北を指していることは、星座や太陽の動きと密接に関連しています。北極星は天空の中で比較的安定して見え、エジプトのピラミッド建設時においても、北極星の方向を指すことができました。これは航海や時間の測定において非常に役立ち、ピラミッドが天文学的な観察の基準として活用されていたことを示唆しています。他の地域でも同様に、ピラミッドは太陽や星座の動きに合わせて建設されています。太陽の出没や季節の変化などに、ピラミッドが敏感に反応していることが確認されており、これは古代文明が天文学的な出来事に畏敬の念を抱いていたことを示しています。ピラミッドが天文学的なイベントを追跡し、それに基づいて構築されたことは、彼らが宇宙の実数に対する深い理解を有していたことを示唆しています。天文学的な思考は、ピラミッドが単なる墓や宗教的な儀式の場所以上の役割を果たしていたことを示しています。これらの構造物は天体観測や暦の制定、宇宙の神秘に対する数形の現れとして機能していた可能性があります。また、ピラミッドが宇宙空間から見ると、その特異な配置や方向性が目立ち、文明の進化とともに、天文学的な知識を継承し、伝えるランドマークとなっていたことが考えられます。幾何学的なパターン。
古代ピラミッドが持つもう一つの興味深い側面は、その幾何学的なパターンです。これらの構造物は、驚くべき美しい幾何学的な形状と正確な寸法によって特徴付けられています。この幾何学的なデザインは、古代文明が持っていた高度な数学的な知識と技術力を反映しており、またその中には宇宙的な意味合いが見受けられることがあります。まず、ピラミッドの基本的な形状が四角錐であることは注目に値します。四角錐は三角形の側面を持ち、その特異な形状は古代建築において重要な役割を果たしていました。特にエジプトのピラミッドでは、この四角錐の形状が太陽光を特定の方法で反射し、日没時にピラミッドが影を投影する様子が観測されます。この現象は、ピラミッドが太陽との関連性を持ち、太陽崇拝や太陽の運行に対する理解を示しています。また、ピラミッドの側面の傾斜角も非常に重要です。これらの構造物は、特定の傾斜角で建設されており、その角度は非常に精密であることが知られています。エジプトのピラミッドは特に、大きな石ブロックを積み上げるための最適な角度が採用されています。この傾斜角は、建築における最適性だけでなく、同時に宇宙的な意味合いを持っていた可能性があります。一部の研究者は、ピラミッドの傾斜角が特定の星座や天体との関連性を持つことを示唆しています。さらに、ピラミッドの側面の寸法にも精巧なパターンが見受けられます。側面の長さや高さなどが数学的な比率に基づいていることが確認され、これは古代の建築家たちが高度な数学的知識を有していたことを示しています。これらの数学的なパターンは、宇宙や天文学的な概念とも関連している可能性があります。最後に、ピラミッドの配置においても幾何学的なパターンが現れます。エジプトのギザの三大ピラミッドは特定の配置で建設されており、その配置が地球上の幾何学的なポイントやエネルギーラインと関連しているとする説もあります。これは宇宙的なエネルギーの流れや地球上のエネルギーの中心との調和を示唆していると言えるでしょう。これらの幾何学的なパターンは、古代ピラミッドが単なる墓や宗教的な儀式の場所以上の役割を果たしていたことを示唆しています。古代の建築家たちは、これらの構造物を通じて宇宙的な秩序や数学的な原則を表現し、また宇宙との調和を追求していた可能性があります。ピラミッドの幾何学的なデザインは、単なる建築物を超えて宇宙の法則と人間の知恵が結びついた重要なメッセージを伝える手段であった可能性があります。宇宙とのコネクション。古代ピラミッドが持つ最も複雑で神秘的な側面の一つは、宇宙との深いコネクションです。これらの巨大な構造物は、単なる建築物や墓だけでなく、宇宙的な原理や宇宙との対話の一環として考えられることがあります。そのコネクションは、様々な要素を通じて示唆され、考古学や天文学の研究から興味深い仮説が生まれています。まず、ピラミッドの位置や配置が宇宙とのコネクションを示す手がかりとなります。エジプトのギザの三大ピラミッドは、特定の地理的なパターンに基づいて建設されており、これが宇宙的な関連性を示しているとされています。一部の研究者は、これらのピラミッドが特定の星座や天体との太陽関係を持っていると主張しており、その配置が宇宙的なエネルギーの流れや天文学的な事象と調和していた可能性があります。ピラミッドの建築においては、特にその幾何学的な形状が注目されます。四角錐の形状や側面の傾斜角は、天文学的な観測や宇宙的な原理と関連していると解釈されています。例えば、ピラミッドが太陽光を反射して特定の影を投影することが観測され、これが太陽崇拝や太陽の動きに対する畏敬の念を表現していた可能性が考えられます。その形状や角度は、
宇宙的な意味合いを込めたデザインであり、宇宙との対話を象徴していた可能性があります。天文学的な思考もピラミッドが宇宙とのコネクションを模索していたことを強く示唆しています。エジプトのピラミッドが北を指していることは、北極星との関連性を考慮に入れると宇宙的な観測の基準として機能していた可能性があります。他のピラミッドも太陽や星座の動きに合わせて建設され、これらの方向性が宇宙の地図に対する畏敬の念を表現していたと考えられます。宇宙とのコネクションを探求する中で、ピラミッドは様々な天文学的なイベントやサイクルと結びついているとされています。例えば太陽の動きや星座の配置がピラミッドの建設や形状に影響を与えた可能性があります。これは古代文明が宇宙を観測し、天体の動きに注意を払い、その知識を建築に反映させていたことを示唆しています。さらにピラミッドの内部構造や通路にも宇宙との関連性が見受けられます。一部のピラミッドでは特定の星座との対応が疑われ、内部における建築の配置が宇宙的な意味合いを持っているとの説も存在します。これらの内部構造が天文学的な象徴を持ち、宇宙の秘密や神秘に触れる場であったと仮定されています。またピラミッドが宗教的な儀式や神秘的な行事と結びついていたことも考慮されます。古代文明は宇宙を神聖視し、ピラミッドを通じて神々との交信や神秘的なエネルギーの導入を試みていた可能性があります。ピラミッドの頂点が神聖視され、天空の神秘に向かって指し示されることが宇宙との精神的な結びつきを象徴していたのかもしれません。総括。古代ピラミッドの存在は単なる建築物や墓だけでなく、宇宙と深いつながりを持っていた可能性が浮かび上がります。これらの構造物は位置のパターン、天文学的な思考、幾何学的なパターン、そして宇宙とのコネクションを通じて古代文明が宇宙の秩序と対話を模索していたことを示唆しています。ピラミッドの位置は特定の地理的なパターンに基づいており、エジプトのギザの三大ピラミッドはその配置が宇宙的な意味合いを持っていた可能性があります。天文学的な思考はピラミッドが太陽や星座の動きに合わせて建設され、北極星を指すなど天文学的な観測の基準として機能していたことを示しています。幾何学的なパターンも注目すべきであり、四角錐の形状や側面の傾斜角が宇宙的な原理や天文学的な事象と密接に結びついていた可能性があります。ピラミッドの宇宙とのコネクションはこれらの要素が複合的に結びついています。幾何学的なデザインが宇宙の法則を反映し、位置のパターンが地球と宇宙との調和を表現していた可能性があります。またピラミッドが宗教的な儀式や神秘的な行事と結びついていたことも考慮され、それが宇宙との精神的な結びつきを象徴していたと考えられます。これらの考察から、古代ピラミッドは単なる建築物を超越し、宇宙との深い対話を模索していたことが垣間見えます。ピラミッドは天文学的な知識や宇宙の秩序への畏敬の念、そして宇宙と人類の結びつきに対する深い信仰を表現するための象徴的な存在であった可能性があります。その複雑な意味合いは現代においても未解明のままであり、古代文明の神秘的な遺産として我々に問いかけています。皆さん、今回の未来予想2045はいかがでしたか？私たちのチャンネルをご視聴いただき本当にありがとうございました。未来の可能性について一緒に考え語り合うことができたことを嬉しく思います。これからも未来予想2045は最新の情報と予測を提供し、皆さんと共に未来を明るく希望に満ちたものにしていきたいと思っています。引き続き未来予想2045の応援をお願いします。少しでも未来予想2045に興味を持っていただいたら、ぜひ
グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴していただいてとても嬉しいです。ありがとうございました。